ただいま、やっていきましょう。たたり神ですね。やっていこう。ということで、データベースを読む回です。で、今回解放されたのは、輪廻転生、クオンの絆と、幽体離脱ですね。やっていきましょう。まず幽体離脱からですね。幽体離脱。睡眠中に、魂だけが、体を抜け出し、あたりを浮遊する。見下ろすと、自分の体がそこに横たわっている。こうした現象を、幽体離脱という。こういった現象は、科学的には、入眠時の幻覚の一種だと考えられている。入眠時幻覚とは、睡眠に入ったばかりの浅い眠りの状態の時に起こる現象である。入眠時は、脳が起き、体が眠っているレム睡眠という状態にある。そうした時には、意識が半ば覚醒してしまうことがあるのだが、やはり睡眠中には変わりなく、眠りに入る前に見た風景を夢に見て、それをあたかも現実のように感じてしまうという現象が起きる。でも自分の姿って見えなくないですか？寝る前に。自分の姿を見ることはなくない？鏡でもない限り。つまり、夢の中で自分の部屋、あるいは自分の姿をまるで本当にそこにあるのかのように見て、それを現実であると錯覚してしまうことにより、魂が抜け出たと感じるというのだ。その証拠に、多くの場合は、幽体離脱中のあたりの様子が、現実とは微妙に異なっているというのだ。しかしながら、幽体離脱中に見聞きした出来事が確認してみると、現実にも起きていたという事例も存在するようではある。また、離脱中と現実との世界の様子が違うのは、肉体では目や耳という物理的な方法によって物事を知覚するが、肉体を抜け出た魂はより霊的な体験として物事を知覚するからだという説もある。また昔から死に瀕した人間の魂が悲願の一歩手前まで行って再び肉体に戻ってきたという話が多く存在する。こうした体験を臨死体験といい、これも幽体離脱の一種だと考えられる。しかし、死に瀕した人間が見るあの世の姿は、その人間の属する文化圏に左右され、また時代によっても変異しているのだという。西洋では、この臨死体験と思われる記録が、古いものでは8世紀初期から存在し、その多くは地獄、あるいは天国を垣間見ることにより、神の世界を体験する。というものであったようだ。ジョジョのスタンド能力とかにありそうね、なんかそういうのなんかそんな感じのやつがありそうね。有名なダンテの新曲は創作物ではあるが、ダンテが死後の世界を旅するという内容のもので、当時からこうした臨死体験が珍しいものではなかったことが伺える。珍しいものじゃなかったかどうかは分かんなくない？これだけだと。創作物だから、どうなんだろう。どうなんだろうな。分かんないけど。なるほどな。幽体離脱ね。したことないな。幽体離脱なんかしたことないな。したとしても覚えてないだけなのかもしれないけど、起きた時に。まあでも不思議、夢は不思議なものを見ることが、多いけどね、やっぱ。夢とは思えないほど、細かいものだったりとか、よくできてる夢っていうのを見ることはちょいちょいあるけど。来たか。輪廻転生。クオンの絆。再臨。輪廻転生。転生。訂正されちゃった。輪廻転生。生き物は死んだ後、再び別の人間。あるいは動物に生まれ変わるという考えのことを言う。もともとは世界最古の哲学と言われるインドのウパニシャドの哲学による生命観で、その後仏教に取り入れられた。仏教の世界では人間は死ぬと生前の行いによって
3回陸道の中で生死を重ねると言われている。三界と陸道は両方とも人間が転生を繰り返すこの世界のこと。三界とは欲望にとらわれた欲界、物質的制約を受けた色界、精神世界である無色界を言う。へえ、知らんかった。三界っていう考え方があるんだ。なるほど。陸道は生前の罪により罰を受ける地獄。飢えと欲望のガキ、動物の世界である畜生、争いを繰り返す修羅、人間の世界である人間、神々の世界である天の6つの世界を指す。6つあった？この、ガキ、畜生、修羅、人間、天。あ、地獄も入るのか。あ、地獄も入るね。しかし、この三界陸道の世界で、輪廻を繰り返す人間は、永遠に苦しみから逃れることはできないため、仏教は新たに、この輪廻を超越した世界、永遠の浄土があるとし、その浄土へ行くためには、生きている間に善行を重ねなければならない、と説いた。ああ、救いがないのか、そこだけだと。なるほどね。仏教とか宗教って取り入れるもんなの？そういう。その時点でなんか違わない？その時点で神の教えじゃないんじゃないの？よくわかんないけど。この輪廻観に基づく考え方の延長線上に前世というものがある。ああ。前世ね。クオンの絆をやった時に自分の前世はどんなんだったのかなとか、言ったこともある気もするけど。自分は生まれる前はどんな人間だったのか、その考えは純粋に人の興味をかきたてる。まあ確かにな、自分の前世か。前世の記憶はないかな。お腹の中でなんか泳いでたっていうことを俺が言ってたって親は言ってたんで、お腹の中にいた時の記憶はあるっぽいけどね。泳いでたっていう、羊水の中で泳いでたんじゃないかな。ある調査によれば、前世と現世では同一の性とは限らず、それとは逆に、また前世の生活習慣や癖は受け継がれるという特徴が見られるという。俺が女の子バージョンか。ミッカ女の子バージョンか。アキラちゃんだな。ミッコだな。ミッコバージョンか。なるほどな。女性だった場合ってことか。にやけるな。女性だったパターンを思い浮かべてにやけるもんですね。また催眠術などによって前世をたぐる前世催眠というものがある。ああ、タクトがやってたやつね。チュズレイがやってたやつね。ルークに対して。ファントムと一緒にやってたやつね。この催眠を体験した人の中には、自分では知らないような過去の出来事を鮮明に覚えていたという人もいたようだ。しかしながら、この催眠による前世の記憶は、催眠術によって感覚記憶、ある瞬間見聞きしただけで、記憶とは意識されていない脳内の情報が呼び出されただけのものであるとも考えられており、また多重人格症の症状とも酷似しているとも言われている。そういうことか。誰しもが実は、多かれ少なかれ多重人格であって、その別の人格が持ってるものが一瞬呼び出されているだけっていうことか。なるほどね。あ、終わりか。なるほど。なかなか難しいとこだね。まあ、確かに万葉とかは覚醒してたな。万葉は覚醒したし、イカルガは少しずつ覚醒してったもんな。そういう意味では、どうなんだろうな。わからんぞ。まあ、そこら辺はね。そこら辺はクオンの絆を見てください。はい。100% 超えしてると思うけど。だいたい俺がやるゲーム 100% 超えし始めるんだよな。なんか、相当短いのじゃないと 100% 超えするんだよな。なんか、なんだろうね。全部俺が読み上げてるからだろうな。なるほどね。はい、じゃあ、そんな感じでした。まだまだ 10% もいってない感じですけど、ありがとうございました。ありがとうねー。